はい、こんにちは、116インズです。今回は昨年の AL 王者レイズに関する話ですが、レイズは開幕から投手陣に故障者が相次いでいまして、現地時間4月10日のヤンキース戦では今年からチームに復帰したクリス・アーチャーが前腕の張りを訴え負傷降板してしまいました。前腕の張りという症状はピッチャーからはあまり聞きたくない故障理由ですが、ただ本人もチームも軽症であることを強調しておりまして、 IL 故障者リストには入るんですけれども、ローテーションの順番を1回飛ばすだけで今のところ大丈夫と見込んでいるようです。アーチャーも今季復活を目指すシーズンですから、とりあえず怪我が軽そうというところは良かったですね。レイズは先日勝ちパターンを担うピート・フェアバンクスが IL に入りましたし、その前はこちらもまたブルペンの柱であるニック・アンダーソン、さらにはチャズ・ローが長期離脱している状況ですので、レイズならこれでもどうにかしてしまいそうな気もしますが、現状投手陣の台所事情はかなり苦しいものとなっています。で、アーチャーが IL 入りしたことに伴うロースターの変更はすでにチームから発表されていまして、ブレント・ハニーウェル・ジュニアが MLB 初昇格することとなりました。今お見せしているスライドは試合が行われる前に作成したものなんですが、ハニーウェル・ジュニアは早速現地時間4月11日のヤンキース戦、こちらの試合でマイケル・ワカの前にオープナーとして登板しまして、2回を投げて無失点、1人のランナーも許さない完璧な内容でした。まあこれだけならただのルーキーのデビュー戦、そこまで多くの人の印象にも残らない感じもしますが、ハニーウェル・ジュニアはかつては球界全体でもトップ10か、あるいはそれに近いぐらいの非常に高い評価を受けていたトッププロスペクトでして、将来的にはチームのエースクラスの選手になることを期待されてきた選手なんですけれども、度重なる肘の怪我で試合で投げることができず、マイナーを含めて公式戦での登板がなんと2017年9月19日にトリプル A のチャンピオンシップゲームに登板して以来全くない状態が続いているという、なかなかの苦難を乗り越えてきた選手です。今回ぶっつけ本番で公式戦に登板、ちょうど1300日ぶりの公式戦での登板が MLB デビュー戦となったわけですが、これほどまでの期間公式戦での登板が空いた形でデビュー戦を迎えたのはちょっと最近では記憶にないですね。ハニーウェル・ジュニアは高卒で2014年ドラフト2巡目指名をレイズから受けましてプロ入りを果たしますと、90マイル中盤の速球に決め球としてはなかなか珍しいですがスクリューボール、さらにはチェンジアップ、スライダー等変化球も非常に多彩で、それでいてコントロールも結構良い選手でしたので、マイナーの各階層を比較的順調に駆け上がりました。2017年22歳のシーズンではほぼ1年間トリプル A のローテーションで投げ抜いて、トリプル A では24試合で12勝、防御率 3.64、 そして123回3分の2で152個の三振も奪うなど、エースとしての素質を遺憾なく発揮し、プロスペクトのオールスターであるフューチャーズゲームでは MVP にも輝きました。2017年中の MLB 昇格は叶いませんでしたが、このマイナーでの活躍により彼の評価は最高潮に達して、2018年開幕前に MLB.com が発表した球界全体のプロスペクトランキングでは12位にランクインするなど、チームのエース候補として、そして球界のエース候補として、2018年中の MLB デビューはほぼ間違いないであろうと誰もが考えていました。しかしこの2018年からがハニーウェル・ジュニアにとっての試練の始まり、長いトンネルの始まりでもありました。2018年のスプリングトレーニングが始まり、ハニーウェル・ジュニアが開幕ロースター入りする可能性は低いと考えられていたものの、マイナーで少し投げた後に夏場までにはタンパウェイで投げると多くの人が考えていましたが、2月下旬のブルペンセッション中にハニーウェル・ジュニアは右肘の怪我を負ってしまいまして、残念ながらこれがトミー・ジョン手術が必要であると診断されてしまいました。結局ハニーウェル・ジュニアは素直に手術を受けることを選択し、これにより2018年シーズンを全休することとなってしまいました。シーズン途中での MLB 昇格、そして MLB での活躍に期待がかかっていた選手なだけに、チームの失望感は大きく、レイズのケビン・キャッシュ監督も、非常に不幸な怪我だ、チームではなく何より彼に同情するが、誰もが高い期待を寄せていて、今後も高い期待を寄せる選手なだけに痛手だというコメントも残していたように、チームとしても彼を戦力として考えていたことが伺えます。ハニーウェル・ジュニア自身も残念だとしながらも、いつか復帰する日が来たら、それがいつになろうとチームに貢献できるようにしたいと前向きなコメントも残していまして、本人としてはトミージョン手術明けの2019年シーズンを見据えてリハビリを始めることとなりました。ただこのいつか復帰する日というのがまさか2021年になるなんて、この時の彼は想像もしていなかったでしょうね。トミージョン手術明けの2019年、手術で1年間を棒に振ってしまいましたが、相変わらず彼のプロスペクトとしての評価は高いままで、開幕前の時点で MLB.com のランキングでは球界全体で28位という評価を受けていました。
で、引き続きハニーウェルジュニアリハビリに励みまして、シーズン途中の復帰、その後の MLB 昇格も見据えていたことでしょうが、ただ4月中に手術を受けた右肘の違和感でリハビリを一旦中断せざるを得なくなると、5月には神経痛で再び投球を中断、6月に入ってようやく投球を再開しましたが、今度はブルペンセッション中に右肘を骨折してしまいまして、またも手術が必要となってしまい、2年続けてシーズンを丸々棒に振ってしまいます。右肘の骨折自体はどうもトミー・ジョン手術を受けた選手にはたまにあるような事例らしく、少し前から MLB をご覧の方であれば、かつてアスレチックスにジャロット・パーカーという選手がいたことを覚えていらっしゃるかもしれませんけれども、このパーカーを引退に追い込んだのも肘の骨折によるものでした。パーカーはちょうど怪我の瞬間が映像に残っていまして、投球動作中に本人が思わず叫び声を上げてしまうという痛々しいシーンが今でも印象に残っています。トミー・ジョン手術からの復帰が決して一筋縄ではいかないことを物語るようなハニーウェル・ジュニアの再びの怪我となってしまいましたね。プロスペクトのトミー・ジョン手術自体は残念ながらよくあることなので、1回目の手術の時点では多くの人がハニーウェル・ジュニアがかつての姿を取り戻すことを特に疑っていなかったと思いますが、さすがにこの2回目の大怪我は彼の状態が不安視されましたし、怪我が怪我だけに本当に戻ってこられるのか、このあたりから疑念の声も上がっていたイメージです。そして昨年2020年ですが、この2度の怪我をもってしてでも彼のトッププロスペクトというステータスは変わらず、ランキングはだいぶ落ちてしまいましたが、それでも91位という評価を受けていましたし、やはりそれだけハニーウェルジュニアの素質、マイナーで見せてきた内容が良かったことの裏付けのような気もしますね。今度こそマウンドに戻りたいハニーウェルジュニアですが、今回はまずコロナという想定外の事象のせいでマイナーで復帰登板を果たそうにもマイナーそのものが中心になってしまうという不運に見舞われますと、彼自身も5月に尺骨神経の減圧手術を受けるということで、再び右肘に問題を抱えてしまいます。これまでの手術と比べますと、この手術までの復帰にかかる時間はだいたい3ヶ月程度と多少短めではあったんですが、マイナーで実戦登板するための機会がないこと、そもそもこれだけ怪我を負ってきた選手を無理させる理由も特にないことなどから、結局彼が MLB に昇格することはこの年もなく、丸3年間実戦での登板がないままシーズンを終えてしまいました。ちなみにハニーウェルジュニアは12月にも右肘のクリーニング手術を受けていまして、これが実に3年間で右肘にメスを入れるのが4回目のこととなりました。チームからは2021シーズンには問題なく間に合う見込みという発表でしたが、まあ、これだけ怪我を重ねてきた選手ですので、それを信じる人もあまり多くはなく、まあもう厳しいだろうなと考える人の方が大半でしたし、私もこのままストレートに彼が MLB にたどり着くことはないだろうなとこの時は思っていました。しかし2021年チームの発表通り、ハニーウェルジュニアはスプリングトレーニングからチームに合流しますと、リハビリの関係で3月中旬にマイナー降格とはなってしまいますが、3月22日のレッドソックス戦で久々に実戦にて登板、1回を1失点という内容でしたが、彼が投げる姿を見た記者の方によれば、速球は最速で95マイルを記録し、また変化球についてもスライダーやチェンジアップは怪我する前に近いような状態だったそうで、ようやくハニーウェルジュニアのカムバックが始まったんだなと実感するような内容だったみたいですね。結局スプリングトレーニングではこの1試合の登板のみでしたが、4月もまだ中旬に差し掛かろうというぐらいのこの時期にレイズが彼を昇格させたということは、それだけ状態が良かったということを証明していますし、かつてのエース候補という素質の高さは度重なる怪我をもってしてでも変わらなかったというのは好材料でしょう。実際今日のピッチングを見ますと、速球も90マイル中盤ぐらいは出ていましたし、非常にコントロールもよく投げることができていたと思いますので、デビュー戦としてはなかなかいい内容だったのかなと思っています。ということで、少しばかり遅くなってしまいましたが、ようやく始まったメジャーリーガーとしてのハニーウェルジュニアのキャリア、ただ彼に残された時間もそう多くはありません。ルール5ドラフトで他球団から指名されるのを防ぐために、2017年のオフにハニーウェルジュニアはレイズの42枠に入っていますが、怪我で長期離脱している間も毎年彼のマイナーリーグオプション、ウェーバーを介さずにマイナーへ降格できる制度のことですが、これが使用されてきました。ハニーウェルジュニアの場合は度重なる怪我もありましたので、通常は1人の選手に対して3つ、3年分しか付与されないオプションが4つ目が付与されていますので、今季いっぱいはマイナーへ降格できる状態で、実際試合後にマイナーに再び降格となっていますが、来季以降はそれが自由にはできなくなってしまいますので、レイズでプレーし続けるのであれば、今季中にある程度 MLB での立ち位置を固めたいところです。3年間怪我で失ってしまいましたが、ここからかつて彼をトッププロスペクトの地位まで押し上げた選手らしい活躍を見せてくれるのか、今後の彼のピッチングはとても楽しみですね。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。